아이들 불러 왜 가시는 거예요? 아니 사세요. 行きます。どんな感じなんだろうな。これか。あった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 。丁寧にこんなチャレンジポイントだって。ありがとうございます。よっしゃ、行ってみるか。登るけど下る的なね感じはな。まずは一回ちょっと普通に行ってみますかね。どんな車歩きの方がいいんかな。まあ、ちょっと一回車で行ってみましょう。ガッ。ガードレールは、あれっすね。登ってるけど、え？これか。下って、やっぱ下ってあの坂をニュートラルにすると登るって書いてあるんだよな。むず。あそこだよな。もう一回車で行ってみるか。よし。目印があるわ。ほら、めちゃくちゃ丁寧に目印がある。ありがとうございます。こういうね、分かんない人にはめっちゃいいのよ。ニュートラルで上り坂、レッツゴー。え、あ、こういうこと。え、これ下りよね。違うよ、これ登ってくって書いてあったもん。ここがスタートで、はい、これ坂道ね。ちょっと勢いつける。どういうこと。逆、ただの下りだよ。どういうこと。え、ここよな。
この上り坂を登ってくんじゃないの？逆？どこ？今度はちょっと逆から行ってみましょうか。ただのく、こんなの絶対こんな何往復もしてる動画見ないですよね。これだと下りよな。ああ、こういうこと？ここがスタートで、これね。で、これがの、あ、わかった！これが上りに見えてる。わかりました？多分これのことですね。え、車来た。行ってみよう。登ってく、登ってくわ。逆だったんだ。ニュートラル。この上り。なるほど、ほんとだ。すげえ。マジやん。ヤングガール。ありがとうございました。わかった。体感できた。ありがとうございます。はい、じゃあ久しぶりの1年ぶり、乾杯。じゃあ次はなんか鍾乳洞的な、いや的なというか鍾乳洞、今回自撮り多め。超いい天気やばいな。これが久米島の良さよな。海も山畑、このバランスがいいわ。うおうおう、ジャングル。おお、いや、やばいな、すごいな。おいおいおい、マジで。これ一人じゃ怖いよ。うわ、これ海のものですか、アルカリシェルです。何にも見えない。マジ綺麗じゃん。そんなさり際あります？はいはいはい、すごい。怖い。やば。マジ。うわ、すげえ。関係ないよこれ。怖いから人についてきちゃった。こんな感じ。でかっ。うわ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 。さあ、濡れてる。うわ、濡れてる。水の流れが良かったんじゃないかと思います。やっぱあのガンガラのやつに比べてまだまだ。来ていけない。だから光の通行範囲を。びっくりした。あ、ごめんなさい。びっくりしたな。ほう。お父さんに泊まれ。
の顔もインスタで1年くらい出てないじゃん。じゃあ今日復活しますね。めっちゃファンいるから。いやいや、まさかの知り合った人、おじちゃん、コーヒーをお家でご馳走してくれるって。しかもあれですよ、たまたま、え、なんか申し訳ないことしちゃったな。なんかツアーだったみたいです。ツアーだったみたいです。ほんと、十分しない。だから、あの、ビールをかけて甘よくにして。で、これ俺好きだ、これ。うわぁ。うわぁ。やばすぎ。マジ。最高。マジでやばいだよ。ビタゴト落ちてあるでしょ。大丈夫だった、靴も汚れなかった。汚れない。今日はやりたくないね。やりたくない。よいしょ。こんな道がいいわ。こういうなんか民家、こう違うとこがいいっすね。こんなとこ入ってこないもんな。うわ、買ってきたのがもうなんかお腹空いちゃったから、サーターアンダギー美味しそうなやつと、久米島は味噌が有名だって言うんで、しかもなんかニンニク唐辛子入れて美味しそうなやつ、今日米炊こうかな。あとじゃがいも100円に、はい、島ニンニク。すげえ、今日が一番綺麗だ。今日がマジで一番久米島に来て綺麗なサンセットだったかもしれないです。最高、久米島最高。ということで、今日はいい出会いもありました。最高でした。じゃあこの辺で、今日はね、ちょっとどんな編集になるかわかんないですけど、また。いやーマジで綺麗だったな。よかった、最高やったわ。いいね。どこ行こっかな。次回もお楽しみに。バイバイ。